ヘビさんです。はい、どうも、編みぐるみストの角田です。どうも。はい、そんなわけでですね、今回は僕が編んだ動物シリーズの中から一つご紹介させていただきたいと思います。はい、では張り切ってきます。はい、はい、まあ、そんなわけでですね、はい、まあ、そんなわけで今回ご紹介するのはこちらになります。はい、ちゃちゃちゃーんちゃーん。はい、ヘビさんです。はい、ヘビさんですね。スネークさん、レッドスネークカモって見た感じですけども、はい、まあ、ヘビさんですね。もうぐるんぐるん回ってますけどもね。はい、ヘビさん、ヘビさんはですね、一回まあ、ボツ作品の動画の中でちょっとかなりボツのヘビさんをちょっと登場させているのでですね、もし興味ある方は見ていただければなと思います。はい、まあ、そんなわけで、まあ、ヘビさんなんですけども、まあですね、見ていただくと、まあ、こんな感じですね。指の上に乗っけた感じはこんな感じですね。まあ、ちょっと舌を出している感じなんですけども、はい、でですね、このヘビさんは90番ですね。90番のミシン糸を25号のかぎ針で編んだヘビさんになってます。はい、でですね、長さでいいのか、大きさというか長さをちょっと測ってみたいと思います。はい、よいしょですね。ちょっと今定規が落ちてたんですけども、まあ、ちょっと長さですね、体の長さは1、2、3センチ、3点下の先までは 3.4 ぐらいですかね。はい、まあ、そんな感じのヘビさんですけども、結構ですね、なんだろう、このヘビとか、なんだろうな、他に何かあったかな。まあ、こういう、なんだろう、もうシンプルですよね、作りが。でですね、このシンプルなものって結構編んでてですね、そのうち苦行に変わるんですよね。この同じことをずっと繰り返し繰り返しこうに編んでいくっていう作業がですね、結構なんだろうな、まあ、退屈って言えば退屈にそのうちなってきちゃうんですよね。なのでですね、結構大変です。別な意味で細かく編む方が僕は好きですね。こういうに、まあ、正直単純作業的になってきちゃうんですけども、まあ、簡単なのはこっちですよね。もちろんそのずっと同じことの繰り返しなので。だけども、なんだろうな、僕はこういうやつよりもちょっといろいろと細かくやった方が好きな派ですね。はい、まあ、でちょっといつものようにですね、ちょっと見ていただくと、まあ、顔はですね、こんな感じですね。まあ、正面から見るとこんな感じで、横から見るとこんな感じですね。で、この舌をちょっと出してる感じですね。で、ヘビなんですけども、僕もあんまりヘビはですね、毛糸の時には編んでなかったかな。なので、ちょっとミシン糸で初めてヘビ編んだんですけども、まあ、多分ヘビだと、その口を、なんだろうな、よくぬいぐるみとかで売ってるのは、口を開けたバージョンって結構なんか確かよく見かけると思うんですけども、さすがにちょっと大きさも大きさなので、ちょっとこんなちょっと口上げバージョンじゃなくてこっちでやったんですけども、で、例えばこの舌がないとですね、ちょっとこののっぺりしちゃって、あまり特徴が、ヘビの特徴がなんか出せない感じなので、ちょっと舌をちょっと出してみたんですけども、ちょっと舌があるとヘビっぽく見えませんかね。こう見た時になんとなくヘビっぽく見えるので、ちょっと舌を出したり、舌をつけた感じですね。はい。で、体はですね、もう延々と、ほぼ、この尻尾の始めですね。始めはちょっとどんどん、だんだん太くしていって、もうその後はですね、もうずっと、首って言わないか。ヘビのここは何て言うんだろう。これ何なんですかね。まあ、いっか。まあ、ここまでですね。頭の手前までは、もうずっと同じの繰り返しです。なので、結構あれですね、退屈というか、もうなんか淡々と編んでる感じになりますね。はい、
でですね、このヘビ、ヘビとかだとこのどのくらい長くするかって結構人によって違うと思うんですけども、で正直その同じ作業の繰り返しなので、あの途中でどんどんもうこのぐらいでいいかなって正直思っちゃう時があるんですよね、こういうものって。なのでっていうのは変だな。それでだけども結構なんだかんだでヘビとかだと長い方がいいんですよね、あの僕の印象なんですけども、これでもまだちょっと短いぐらいだと思うんですよね。これちょっとこれでやめちゃったんですけども、もうちょっと長くしてもいいかなみたいな感じですよね。だから例えばヘビだと動きですね、動きとかつける場合とかに、例えばもうこれだけでも尻尾から顔まで来ちゃうじゃないですか。なのでもっとなんだろう、こういう S 字的な感じでこうやって動きをつけたい、動きってあの例えばの動画とか撮ったりとか、動画じゃないか、写真とか撮ったりとか、まあ、写真を撮らないでも別になんか飾っとく、まあ、写真を撮らないでちょっとまあ家にちょっと飾っとくのもなかなかいいかなって思うんですけども、まあそんな、まあ、自分の中でですね、まあ、そういう飾ったりとかする時でもその結局ないんですよね、このつけようがなくなっちゃうんですよね。で自分が編んでる時とかも普通にこうやって置いてる時ってまあこのぐらいでもいいかなみたいな思ったりもするんですけども、あとは例えばここに巻いたりとかですね、ここに巻いたりとかする時も結局これもギリですよね。こうなってここでもう終わっちゃうので、本当にこのなんだろう、もう必要以上にというかもうすっごく長くした方が多分、だから体で言うとこのサイズだと多分もう一つぐらいあっても別におかしくないと思うんですよね、いろんなことを。なんだろう、まあトグロはさすがにまあいいか、トグロを巻くにしてもそのぐらい多分この倍ぐらいないといい感じにできないと思うので、なのでこういうのを多分編む時っていうのは本当にもう必要以上にも大きく編むのが多分いいんじゃないかなと思います。はい。でですね、何気にこの難しいのがですね、編みぐるみをあの毛糸の編みぐるみでもいいんですけども、編んでる方は多分分かると思うんですけども、なんだっけな、イルカの時にも話したかな、ですね、このお腹のありますよね、この線、この緑で、でこのお腹のところは白くなってるっていうってなってると思うんですけども、これがですね、うまくやらないとですね、その太さがバラバラになったりとか、思いっきり斜めっちゃうんですよね、このこれがこう斜めに、これはどっちかというと結構まっすぐに編めてる感じなんですけども、これがですね斜めになっちゃうんですよね。なのでですね、結構これはあのこの繰り返しがですね、結構なんていうのかな、結構簡単にあのやったことない方は結構このシンプルというかまあ単純な感じなので簡単に編めると思うかもしれないんですけども、結構実は難しいと思いますね。もしかしたら僕だけかもしれないんですけどね、難しいのはあのもっとあの一般の方はもっと全然簡単に編んでるかもしれないんですけども、結構僕はこのまっすぐこうやってこの色替えをしてまっすぐ編むのは結構難しいとか、まあ、慣れちゃえばいいんですけども、初めの頃は結構難しいと思ったので、まあそうですね、そこがあれですね、ヘビさんの実はシンプルに見えて実は難しいところですね。はい。でですね、あとはちょっとこのお腹のあとですね、ちょっとまたちょっとここでプチ反省会じゃないんですけども、ですね、なんだっけな、綿を詰める動画を確か上げてると思うんですけども、そこで説明したんですけども、これがちょうどその時のちょっとつながる動画なんですけど、このお腹のガクとこれデコボコしちゃってるのが分かりますよね、これ。これはですね、正直意図してるわけじゃないんですよね。意図してこうにデコボコになったわけではなくて、その時にも、綿を入れた時にも説明したんですけども、綿はですね、なんだろう、ちょびちょびじゃなくて、ある程度まとめて入れちゃうとですね、ダマっていうか、こうに、丸っこくなる、その、綿がちょっとずつ玉になっちゃうんですよね。そのだから均等に入らないで、ちょっと綿がちょうどあったので、まあ綿ですよね、まあ、この綿を詰める時に
その時にもやったんですけど、本当に例えばこのぐらい、このぐらい、あ、これでかすぎだな、さすがにこれはでかいと思うんですけど、これはやんないか。例えばこのぐらいですね、このぐらいをなんかこうやって丸めて、とりあえずこれでダン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 ってここにどんどん入れていくとするじゃないですか。それをやっちゃうと結構なんだろう、このぐらいの大きさが、このぐらいのがちょっと塊になっちゃうんですよね。で、塊がどん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 、塊の綿がこのように行くみたいな感じになっちゃうので、このなんていうのかな、こういう本当にちょっとずつやって、あんまりギュッギュッギュッってやんないで、この塊にならないようにうまく入れないと、ここにダマというかですね、このデコボコ体がしちゃうっていう感じになるので、結構ですね、そこは気をつけた方がいいと思いますね。はい、その綿を詰める時ですね、まあ、よかったらその綿詰めの動画も見ていただければなと思います。はい、まあ、そんなわけでですね、まあ、このヘビさんなんですけども、まあ、顔は結構可愛いのでちょっといいのかなって気がします。あとはやっぱり体をちょっともっと長くて良かったかなっていう感じですね。2倍、このぐらい、このぐらいあると正直なんかすごい長く感じるじゃないですか。このなんとなく長っても長く感じるけど、そのまっすぐにすると長いんですけども、結局なんだろうな、ヘビとか多分その写真とか撮るときにまっすぐで多分撮んないと思うんですよね。横長なので、こっからここはなんか変ですよね、これで撮っても。なので多分こうやって曲げたりとかして動きをつけると思うので、だからこれからですね、このもしかしたらヘビとかを編もうとしてる方がいたらですね、本当にもう必要以上にガーってもう長くやった方が、もうこれで例えばこの1、2、2箇所こうやって関節じゃないか、2箇所こうやって折り曲げただけでも、なんだろう、サイズ的にもいっぱいいっぱいになっちゃう感じですよね、これで。なので本当に長くヘビは編んだ方がいいと思います。はい、まあ、そんなわけでですね、今回はですね、このヘビさんをご紹介させていただきました。ニョロー。はい。まあ、そんなわけですけども、まあ、他にもですね、ちょっとヘビさんとか、もう一回ぐらいちょっと編んでみたいなと思います。はい。それでは、またお会いしましょう。ではでは。